違うよ。あまり深く考え込まないでよ。僕たちそういうものなんだってこと。よろしくね。あ、君僕と交代だよね。あとよろしく。はーい。君あとは休憩？ゆっくり休んでて。すぐになれるよ。ああもう朔也さんってば、ゲロ掃除は？大丈夫？もう仕方ないな。僕この人下まで送ってくからちょっと離れるよ。それは大変だと思うけど、なんで僕のこと抱っこするのさ。あ、そんなにギュッとしないでよ。
サクヤさん、気分が悪いならちゃんと部屋に戻った方が、もうダメだったら。落ち着いてってば。なんか咲夜さんが何企んでるんだか分かってきたけれど、無理だって、違うって。その気になっちゃってるみたいだけど、なんか今さら言うのもバカバカしいんだけど、僕ら男の子だよ、全員ちゃんとついてるよ。それとも咲夜さん、そっちの方がいいわけ？でも残念だけど僕にはそっちの趣味はないんだってば。かな、
あれ本気で食べちゃおうとしてなかった？あの人。やだな、嫌なもの見ちゃった。男色化は縛り首にされたっていいと思うんだ。なんかお尻の穴がムズムズしてきた。あんな人がいるんだったら僕今晩からお尻に栓して寝ないと。くどき文句からしてへっぽいし、それにワンコみたいに腰カクカク振っちゃってみっともなーい。なんかこれからしばらくは壁に背中つけて歩いてないと不安だよ。知らないうちに後ろに回り込まれちゃったら最後だもの。え、君ちょっと。1から10までサクヤさんが変態なせいだし。サクヤさん変態。変態変態史上最大の変態。イエーイ、ノルマンディ上陸大変態。最後まで僕らのせい。性犯罪者の言い草って大抵被害者に責任転嫁するんだよ。こうやって性犯罪者は
それ何？陸揚げされたクラゲのつがい？その、実は私も今隠れ家から出てきたばっかりで。ちょっと君、この船、船名はもしかして、もしかすると…水上駐屯基地の乗り込む者皆希望を捨てよの地獄みたいな船になんでまた私だって私乗り込む時は港の倉庫の貨物の中に隠れるのが普通だもの。積み込み先なんて予想通りに行く方が少ない。私何か言ったかな？もし何か聞こえたとしてもそれは君のソラミミ。
違う。私はその自由な旅人っていうか。血の剣を切られて逃げ出せないようにしてから悪者たちに払い下げられる。ペヨーテでラリラリにされて太陽の神様に心臓と生き血を生贄にされる。来ないで寄らないで鬼悪魔罰当たり、ついでに断食か。触られただけで何かが映る。どうしてそういう話になってるの？これ見てわからない。私ちゃんと女の子って、やめて。
でいきなり涼しくなってる？あれ？私浮かんでる？見られてるだけで熱いって何何？いやそうじゃなく、あんた人のどこをチロ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 と、はあ、見ないで！もげろ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 。腐れ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 。あなたのがもげろってお祈りしてるだけ、腐ってポロリと落ちろって祈っているだけ、心の底から。私にはなくってあなたにはついているものでしょうね。いい、それ以上したら舌噛んで死んでやるから。そして毎晩あなたの枕元に立ってやるから。ゆっくり一晩かけてあなたを絞め殺してあげる。死んだら生き返らせてまた殺してあげる。何度も何度でも、夢なんかじゃ済まさないから。起きたら枕を見てごらん。毎朝あなたのものじゃない髪の毛が見つかるはず。それでもいいならさあやって、やれ、向いてよ、丸出しにするといい。私のお尻、死んだ後まで後悔させてあげる。分かったらさっさと話す。それにこれ以上私の体見たらやっぱり悲しい目に遭わすからね、いろいろと。